はい、竹内です。こんにちは、こんばんは。ということでですね、はい、もう完全復活しましたからね、はい、体調万全でいきたいと思うわけなんですが、エリザベス女王杯の予想なんですが、まあその前にですね、雨ですねというところなんですが、土曜日の阪神のクッション値が 9.7 です。まあまあまあ、普通ちょい高ぐらいの感じですけど、今夜からねこれ雨ということで、はい、まあ、当たってくれると思いますけどね、どこの天気予報も大体こんな感じですし、はい。で、明日も、まあ、雨になると。で、開催中に結構降るということなので、まあ、朝の時点でクッション値が別に高めでもレース的、レース時点ではね、低くなってるだろうなっていうところが当然ありますしね、はい。そういうところをちょっと今回考えなきゃいけないなと。で、まあ、さすがにね、この雨天回避、この可能性はなんかなさそうだなと思われるんですよね。それに加えて、まあ、時系列で、うん。時間別の天気予報を見るとですね、まあ、13時、15時あたりが、ま、一番降るんじゃないかということもありますので、まあ、朝の時点のクッション値がね、そこまで参考にならないよなって、そこで買い目をちょっと切り分けるの、いつもみたいにね、買い目を2つに分けるの難しいなと思ったんですよ。なので今回ね、クッション値が低めであろうことを前提とした予想で決断ということになります。その代わりちょっとね、最後に買い目ひねりたいと思いますので、最後までね、その結末を見ていただきたいなと思うわけなんですが、予想の材料となるような詳しいデータなどに関しましては、平日にね、対策動画であったり、追い切り判定動画でアップしてますので、そっちをね、ぜひチェックしてから、見てもらえると嬉しいなと思います。で、今回は、今週はクッション値の指定なしということになるわけなんですが、デアリングタクト本命ということなんですが、ちょっとね、一番人気なのって、ちょっとね、これはね、やっぱね、デアリングタクトのファンの方々のね、思いがですね、非常に強いなということを思いました。うん。もうちょっと買いやすい人気になってくれるんじゃないのかって想定してたんですけど、それでもね、本命にしたいと思います。まあ、デアリングタクトに関しては、この対策動画で僕話してたみたいにですね、調教で、まあ、ちょっと巻き返してやろうと。変な色気を持ってね、いつも出せないようなすごい時計出したりとか、調教コース変えるとか、そういうことをしてこずに、ブレずにいつもの調教内容だったら、ほとんどの確率で、阪神の芝2200メートルのコース特注調教に該当すると言ってたんですよね。それが来たら、いいですね、ということ言ってたんですよ。で、それで、まあ、対策動画ではそんな話してたんですけど、追い切り判定動画の方ではですね、もう開口一番ね、おめでとうございますという発言まで僕はしてしまったわけです。で、まあ、デアリングタクトがそれに該当していると、もういつも通りの、リズム、内容で来てくれたというとこですね。で、まあ、その阪神芝2200メートルの特注調教の条件っていうのが、まあ、気になる方はぜひ対策動画とか、追い切り動画また振り返って見ていただければと思うんですが、実はあの条件ですね、馬場が渋っている時の方がですね、さらに好成績になってるんですよね。はい。そういう点で言えばね、もうデアリングタクトが勝利するという意味。まあ、復活って言われてますけど、別にね、なんだろうな。復活って言われるまで別に負けてないんですけど、相手が強い中で頑張ってきてるんですが、まあ、勝利という意味での復活ですね。それをするんだったら、今回本当もうベストオブベストの条件だなっていうふうに思うんですよね。はい。で、まあ、追い切り動画の方で出した画面がこれなんですけどね。反路で 54.8 秒で、姉妹のみ12秒台の地味加速ラップです。はい。デアリングタクトに関しては、新馬戦を除いてね、大半が全体時計53.9 から 54.9 に収まってると。もうすごいですね。タクトを振っているかのようなね、ピシッとしたいう内容になっておるわけなんですが、で、姉妹のみ12秒台の加速ラップもこれ平常運転です。なので、この平常運転で来てくれたら、阪神芝2200メートルのコース特注に該当しますよっていうところが大きな、一つのね、今週の、うん、追い切りを見るまでの、まあ、重要な部分だったと、僕的には、はい。で、まあ、これ対策動画と先ほども紹介したって書いてありますが、これは対策動画で出した画面なので、ちょっとこういう文章になっちゃってますけれども、はい、コース特注に該当しているので星印もついていると。ただ、厩舎としては別に姉妹のみ12秒台の加速ね、期待値微妙です。ただ、勝率 11% ぐらいありますし、姉妹11秒台の加速がすごく好成績な厩舎です。で、0.2 秒差の 12.1 秒ということでね。で、しかもデアリングタクトの 中で、当該州では姉妹の時計、加速に関しては最速なので、これ評価できるなというところです。はい。で、調教の部分でかなりは、評価もしつつの、コース特注にも該当と。で、まあ、デアリングタクトに関してはクッション値 10.2 っていうね、高い宝塚記念で3着なので、まあ晴れてクッション値がね高めになったとて問題はなかったと思うんですよ。ただそれ以外がこれね低めでの競馬が多いんですよね。はい、9.4 以上の9台っていう一番多いゾーンですね。ここでの競馬経験がないんですよ。はい、ないので、この阪神が今回普通に晴れてくれれば今日 9.7 ですからね、それぐらいの前後で推移するんだったら初体験ゾーンだったので、まあちょっと勝ちきれてないよねっていうところで、初めてのまあそういうところで
放送するというパターンは結構あったりするので、それも魅力だったんですが、まあ雨の影響で実質的に8台前半みたいなね、朝の発表時点で例えば 9.0 でも、ガンガン降るみたいなんで、うん、レースの時点では8台に実際はなってるみたいなっていうところを想定した時にですね、まあデアリングダクトっていうのはこのクッション値 8.2 の、周華賞で勝利しているというところもあります。で同じく 8.2 の金庫賞での2着もあると。まあ実質あれはまああのギビオンのね、もうキャリアナンバーワン、もうキャリアの中で一番のジャイアントキリングだと思いますが、あれにねやられただけの2着なので、まあその点は評価できるだろうというところです。で前走位置取りも悪かったですし、まあ今回2枠4番だったらね、中段から流れにも乗りやすいんじゃないのかなっていうふうには思うんですよね。で、エピファネア3区っていう点で言うとですね、札幌、函館、福島、まあ通常からクッション値がいつも低いところ、まあここを覗きましょうと。覗いてみるとですね、全体的に見てですね、クッション値が低い方が成績が良いです。その上で芝2000メートルという距離をまあ超えて以上ですね、含む、2000も含む以上です、を超えた、距離に関して、クッション値 8.5 以下の成績ってね、突出して良くなるんですよね。で、馬券率で言うと、クッション値発表後 50% ぐらいあるんですよ。で、今年で言えばね、70% の馬がね、馬券内に来てるんですね。で、まあ、その辺もかなり後を押すだろうと。ただ、この一番人気はさすがにね、まあ、妙味がないというとこですね。もう馬券を買う意味でのデメリットって、一番はやっぱ、オッズに左右されるものなんで、当然ね、買って払い戻される買い物ですから。はい、なので、一番人気っていうのは、もうそれだけでシンプルに大きな減点です。はい、まあ、たまに競馬初心者の方とかで、この G1 は一番人気の勝率がよく高いから、自分の買いたい馬一番人気になってくれ、一番人気になってくれ、なんで3番人気かよ、もっとみんな買ってくれよ、一番人気にしてくれよとかってね、言ってる人 SNS とかたまにいるんですけど、いや、んなアホなみたいな、話なんですよ。はい、やっぱり、自分が買いたい馬人気がなければないほど美味しいですからね。だから、当然デアリングタグとか18番人気だったら一番嬉しいんですけども、まあ一番人気になっちゃったと。これは大きな減点なんです。はい、なので本来の僕だったら、本命では買わないケースだなって自分で思うんですけど、まあ、調教がブレないなら買おうというところがまず大前提にありました。で、そこと状況が一致した、さらにそれよりいい状況もね、プラス要素として入ってきたっていうところです。で、まあ、調教、デアリングタクトの調教がブレなかったんだから僕もブレずに行こうということで、まあ、本命でね、勝負したいなと思っております。で、まあ、対抗に入れたいなと思ったのが、意外と人気ねえなっていうところで、はい、ルビーカサブランカですね。まあ、ここ4戦ですね。はい、4戦、これだと8になっちゃいましたけど、4戦が、まあ、出遅れだったりとか、まあ、出遅れはいつものことかもしれませんけどね、ちょっと大きめの出遅れだったりとか、距離ロス、詰まるとか、ほんとね、力出し切れてない愛知廃校っていうところになっております。それでも決め手だけでね、僅差の馬券外、上位ですね。上位に来てるけど馬券外、僅差。っていう競馬を続けているのは、やっぱ決め手すごい馬だなっていうところですね。で、阪神での八百もでの、まあ、勝利もあるというところもあります。で、両馬場だったんですけど、このコースの勝ちもある。うん。で、加えてシドニートロフィーに関してはですね、クッション値 8.6 の中距離。だいぶ普段高いところのクッション値の競馬場の低いところっていうと意味では、まあ、今回の阪神も似るのかなと思うんですけど、似るっていうか、まあ、意味合いがちょっと近いかなって、被るところがあるかなっていうところなんですが、まあ、そんなレースでね、赤い糸と、まあ、同タイムの3着。まあ、天候が崩れても大丈夫だろうなっていうところがまず一つ。で、キングカメハメハ3区もですね、クッション値が低くて悪くない傾向ですし、まあ、低いクッション値の中でね、いい足で刺してくる馬、上がり上位の足を使える馬っていうのは珍しくないというところもあるので、そこもまあ、ルビーカサブランカの競馬内容、特徴、長所と被るなと。はい。で、阪神の芝の2200メートルに関してはですね、クッション値が 9.4 以下っていうだけでレアケース、そもそもあんまりない、使わないコース、プラスクッション値が低いっていうのがあんまりないです、阪神は。なんで、母数ほぼないんですけど、一応ですね、現状であったレースだけで言えば、やっぱ上がり上位の馬、で、差し馬が構想する前が結構厳しくなっているみたいな点があります。まあ、母数は何度も言いますけど、少ないですよ。はい。なので、まあ、クッション値が低くなればですね、差しが効くっていう方を睨んで、はい、ちょっと対抗にしたいなっていうふうに思ったんですね。で、調教に関してもですね、まあ、まあ、これ、お前はウッドかいって書いてありますけど、対策動画の方見てないと、対策動画じゃないや、追い切り動画の方見ないとね、話の流れがわかんないんで、あれですが、まあ、ウッドの姉妹がね、じゃあ違うな、反論の方が多いんですけど、ウッドできましたと。ただ、愛知杯の時、ウッドで姉妹 11.2 秒で愛知杯勝ってる。その時僕本命でしたね。はい、感謝してる馬なんですが。で、今回も 11.3 という感じで切れてると。で、菅井厩舎ですね。厩舎的にはですね、ウッド64秒台っていい時計でも別に目立つ成績じゃないんですけど、姉妹11秒台前半の足ですね。はい。馬券外の方が珍しいぐらいの成績なんですよ。そうなってくると。この厩舎ね。うん。なんでそこにバッチリ該当してるから、人気もないし対抗に入れるのはすごくいいんじゃないのかなっていうところですね。で、
まあ、阪神の島2200メートル、宇都島井11秒台、エリットウッドですね。島井11秒台の成績がいいっていうところもありますし、はい。まあ、期待値がね、そんな高くないんであれなんですが、うん。馬券内に入れとくっていうところ、あと、まあ、人気がないっていうところを含めて考えればね、思い知るし打って馬券一発狙ってみても面白いかなという感じですね。で、黒三角にね、ナミュール、はい、入れます。まあ、これも今回対策動画とかやっていく中で話してたことなんですけど、このクッション値10超えの構想歴。はい、ここは竹内間違ってるなって言わないでくださいね。今回そんな高くないぞっていう。後から話変わりますので、クッション値10超えでの構想歴で、調教での、スタニングローズの差ですね。はい、で、今回は、スタニングローズじゃなくて、まあ、ナミュールの方が、高野厩舎の上の方な、にポジションというか、こっちに勝たしたいんだろうなっていう風な、意識があるだろうなっていう風に思ったという話はね、調教動画の方でしたんですけど、うん、でもどうやら雨になっちゃうと。なので、クッション値15位での構想歴っていうところは、あんまり意味なくなってしまうんですが、オークスですね。はい。オークスに関してはですね、クッション値 8.9 で2着になってますし、で、低くなってもちょっと面白そうな理由があるんですよね。で、ハービンジャー3区はクッション値が低い方がいいみたいな、そういう傾向もちょっとあるんですが、というよりもですね、クッション値が低い時の両馬場以外に強いんですよ。うん。クッション値が低い両馬場だとそんなに良くないっていう傾向が結構出てきていて、クッション値が低い、ちゃんと低くて馬場も渋っているっていうところですね。それだったら今回じゃベスト条件じゃんみたいな、ね、ことになってくると思うんですよ。うん。で、もちろん、ナミュール自身はそういうところで走ったことがまだないっていうリスクはあるんですけど、リスクよりもこれは僕は期待の方が大きいかなと思いました。ね。はい。で、そうですね。やっぱ、実力はあるけど同僚番になかなか勝てないっていうところもありますけど、それをひっくり返す条件っていうのは結構整ってきたかなと。うん、本命でもいいかなと思ったんですけど、ただ距離に関してはね、もうちょっと本質的には短い方がいいんじゃないのかなっていうふうには思っているので、黒三角までっていうことですかね。で、まあその調教の部分ですね。はい、リットの花で 54.9 秒ということで、姉妹 11.9 秒。はい。で、まあ基本は加速ラップの形で全体時計も大半が54秒だと。まあ、この馬もデアリングタクトじゃないですけど、ぶれないですね。ぶれない内容だというところです。で、まあ、ちょっとスタニングローズが緩めたかなと思いますけど、こっちはナミュールらしい内容できたなと思います。で、姉妹11秒台なので逆に特注ではなくなりますが、この辺の説明はね、やっぱり対策動画、追い切り動画見てもらえないとちょっと伝えにくいんですが、まあ、ほとんど、誤差で特注じゃなくなったけど二重丸つけれますよっていう素晴らしい判定を、ができる、という、そういうようなね、状況になりましたと。はい。で、それでですね、まあ、姉妹11秒台での馬券率、この厩舎ですね。厩舎的には50% あるんですよ。はい。まあ、週刊誌の時にも言ってましたよね。はい。で、スタニングローズとナミュール二度ともに該当だったと。で、ワンツーだったというようなところもありました。はい。結果で結構ね、興味持ってくださった方いるみたいなんですけどね、こういう判定の仕方に。まあ、今回も、これに該当しているということで、かなり、うん、ナミュールにもなんとかと、うちのナミュールにもなんとかっていう気持ちがすげえ伝わってきたんですよね。はい。だから今回はスタニングローズに先着する可能性は高いんじゃないのかなというふうに僕は、ちょっと踏んでいたんですが、その状況がちょっと、さらに良くなりそうだなと。はい。まあ、先着って言ってもね、スタニングローズが18着でナミュール17着かもしれませんけど、いや、うん、まともに走ってくれれば全然上位争いできるんじゃないのかなというふうには思っています。で、今回ね、ちょっと割と丁寧にここから見てほしいんですけど、いつもはね、クッション値での買い目分けはせず別の方法でするって書いてあるじゃないですか、画面に。はい。それでですね、いつもはここでクッション値 9.5 以上、9.4 以下で分けて、だけど 9.3 から、まあ、9.4 だったら両方買いましょうとかっていう分け方するんですけど、今回ちょっと別の方法でします。はい。まず天気予報が当たると想定した基本形が今上に出てる。今紹介したものです。デアリングタクト、ルビーカサブランカ、ナミュール。そして、鳳凰、エミーズ。はい。うん。なんですが、これはですね、多分ね、やや重の時だけこれに該当するかなっていう感じなんですよ。これを買いたいなと。で、重馬場以上になっていたら、レースの段階でね、そうなった時に、ちょっとダブル黒三角にさせていただいて、イレブンベッドっていう11点買いをしてますが、ちょっと11点じゃなくなります。うん。3連複1点、3連単1点、で、ワイドに関しては、ちょっと、ワイドも副賞もどんどんとちょっと増えちゃうんですけど、はい、鳳凰エミーズはやっぱりね、重馬場以上になってたらどうしても買いたい。本当はやや重でも買いたいんですけど、うん、重以上になってたらやっぱ走りますからね、この馬ね。もう恵みの雨としか思えない。まあ、平日の動画でも言ってましたけど、もう雨降ったら買うしかないような馬ですからね。しかも今最低人気でしょ、確か。
今これ取ってる時点で最低人気だと思うんですよ。なのでね、ちょっとこれはもう馬券に点数ちょっと増えちゃっても入れるべきだなっていう判断をしました。はい、だって走って、仮に最低人気で走って万が一勝ってしまっても、ああまあ別に不思議じゃないよねっていうふうに思うような馬を気になってて馬券に入れないのはちょっとどうかと思うので、どうかしてるぜって思うのでね、はい、こんなようなね状況になります。そしてまだ次の画面があります。はい、こちらですね、雨がそこそこでまさかの両馬場になってるパターン、なんだろうな、その1時、3時、4時ぐらいが雨が一番降るって言ってますけど、これがね、後ろとか前に数時間ずれるだけで、ないこともないかなっていう、感じがするんですよね。もうそういうことが多々あるから怖いんですよ、天気予報当たんないから。なので、その場合のケース、はい、これね、対抗にジェラルディーナがいきなり入ってくるということになります。まあ、うちのチャンネル見てらっしゃる方だったら、まあ、ジェラルディーナっていうのは、ね、まあ僕はオールカマーで本命にして、結構財布ウハウハ状態にさせていただいた馬です。で、ジェラルディーナはこういう時に買いたいっていうのを1年ぐらい言ってて、その条件が来たのがオールカマーだったと。うん。その辺の話の下りっていうのは昔の動画見てもらえればいいかなと思うんですけど、簡単に言うとジェラルディーナでクッション値が低い時の方が走っていると。でも高いところでも走り出したから、なんだろうな、もう低い条件で人気がなかった時なんてもう絶対買いでしょっていう、うん、そういうだけのことで、ずっと待ち構えてて買ったっていうのがオールカマーだったということになるんですけど、そうなら今回もクッション値が低くなるであろうと、しかもねオンになったジェラルディーナをなぜ買わないんだと、そういうふうに思ってここ前の動画を見ていた方がいらっしゃると思うんですよね、いつも見てくださってる方は。ただですね、別にジェラルディーナクッション値が低い方が狙い目とは言っても、その馬場が渋ってどうこうっていうところだとちょっと話がずれるなっていうふうに思うんですよ。両馬場で、クッション値が低い時が一番いいのかなっていうふうに僕は思っているんですよ。うん。で、まあその裏付けじゃないんですけど、まあ裏付けとまで言えるかな。モーリスの産駒っていうのはですね、なんだろうな。さっき紹介したハービンジャー産駒と逆な感じで、クッション値低い時、まあ走るんですよ。うん。走るんですけど、クッション値が低くて、馬場が渋ってると成績悪いんですよね、今度。そう、ハービンジャーの、だから真逆ですよね。クッション値が低くて、両馬場の時だけに、やっぱモーリス産駒も走ってるんですよ。で、ジェラルディーナはそのまんまなんですよね、キャラ的に。うん。なので、狙いやすいっていうところがあったりするんですよ。なので、雨がそこそこで、まさかの両馬場になったと。なんなら朝結構雨降ったけど、午後降らなかったね、みたいな感じだったら、ジェラルディーナが一気にね、うん、ここもチャンスが大きくなるんじゃないのかなっていうふうに思うんですよ。もちろん雨降っても全然それは強い馬なんで高走する可能性っていうのはあるんですけど、その中でどういう状況の時に一番買いたいかなと思ったらこのパターンですね。はい、雨がそこそこまさかの両方パターンです。はい、なのでこの動画アップした後に、まあ寝る前とかに天気予報を見て、降水確率がね、思いっきり変わっていたりとかしたら、はい、朝 60% で午後がね、なんか 30% とかになってたりしたら、この買い目になる可能性もあるんじゃないのかなと。はい、まあそんなわけでね、まあクッション値っていうものを結構重視しながら予想してるんですけど、はい、最近全然発売して1ヶ月ぐらい過ぎたら全然宣伝してませんでしたけど、はい、クッション値を読むっていう本がね、今年出ております。はい、僕がこれを出した途端にですね、クッション値の10以上の馬場なんていうのがほとんどなぜか生まれなくなってしまったというね、なんかもう悪夢のような状況にはなっていますが、それでもちゃんとした内容なので、ぜひね、Amazon とかにありますので、買っていただければなと思います。本当にちょっとね、腹立つぐらい GRA が水まき始めたんですよね。で、てか見事でしたよね。みんな結構読者さんに言われますもん。竹内さんがこの本を出してからまず週末が2ヶ月ぐらいずっと雨だったと。で、その雨がなくなって秋競馬になったら GRA が月曜日から開催中まで水をまいて朝のクッション値をめちゃめちゃ下げるから、ねえ、よくわかんなくなってきたっていうね。いや、僕もそうですよ。僕もね、それは想定してなかったな。はい。でもまあ、週末じゃねえや。まあ、年度末ね、中京とか中山のクッション値も下げてくるようだったら、なんか JRA としては、うん、そうしなきゃいけない理由が出たんだろうなっていうふうには思うんですけど、まあでも 10.5 以上とかね、だって12台とかあったんですよ。クッション値って11とか12とか。今年見ませんもんね、そんなのね。でもまあ、そういうのが出たらね、出てきた時にはやっぱり逆にチャンスですから。はい。そういう特殊なことが、起こってくれたらね、もう特殊になっちゃいましたけど、特殊なことが起こってくれたら当然馬券の買うチャンスが出てくるわけですからね、そこを狙いすましてね。はい。なので、年末ね、見逃さずに見てほしいなっていうふうに思いますね。
はい、まあ、そんな感じでお届けしました。ぜひね、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。ということで、まあ、G1 シーズンだけ見てるっていうね、方もいらっしゃると思いますけど、はい。そういう方たちをですね、まあ、未勝利戦から馬券を買うのが好きなような人たちになってくれるような、そんな魅力も今後伝えていきたいなと思いますし、はい。もっともっと見てくれる人がね、大きなレースじゃなくても、G1 シーズンじゃなくても見てくれる人が増えたらね、僕としては、重賞の予想よりね、なんか未勝利戦とか一勝クラスの予想とかを、したいなと、YouTube でね、思ってたりしますので、はい。あと、ま、1、2年かけて、もうちょっとチャンネル育てていって、それからそういう風に切り替えれたらなと、思っております。うん。なので、それってもほとんどももう皆様がチャンネル登録してくれて、高評価してくれて、毎週っていうかもうアップする動画全部見てくれるぐらいの応援してくださったら、やっとできることなんで、はい。それはもう皆様に委ねます。はい。その代わり皆様にそうやって見ていただけるような内容をね、お届けするっていうことをちゃんと、頑張ってやっていきたいと思いますので、はい。これからもよろしくお願いいたします。ということで、竹内でした。バイバイ。